おはろばんは、せつです。見てくれてありがとう。またね、私の生き様を見に来てくれてありがとう。そんじゃね、バイオセブン続きやっていきます。前回、モールデッドにすげえ苦戦したからね、今回は頑張っていくぞ。で、前の方というかね、なんだっけな。そう、調べて、なんだ、メモ書きみたいなやつね、あれ調べられたんで、ちょっとそこを行ってみようと思います。んで、もういらないやつはね、で、サソリの鍵多分ね、すぐそこで使えるんですよね。動画見返すと、だいぶ撮ってなかったやつがいっぱいあったんでね。これいらない。回復薬一気にして、これもいらない。もう最小限にしてね、行きたいなと思っております。そんじゃあ、こんぐらいかな。で、ガンパウダーで作っといて、あ、こうかな？ OK です。なんか斜めってない？気のせい？よし、行きましょうか。あ、で、標準はね、これ赤に今しております。ちょっと赤にしてみてね、どんなものか。レーザーポインターっぽい感じでね、行きたいと思います。おう！早速、出ましたな。練習の成果を。練習なんかしてないけど。OK？ いいぞ。気合だ。気合がこういうのは大事だ。OK だ。ここなんだよね。OK。よし、これでホールに、戻ることが可能ですね。上のあのばあちゃんはいなくなってんだよな。で、レリーフがないから。あ、サソリの鍵まだ。ん？他にも使える場所があるということか。ここにはもう用はなかったよね。そうだよね。じゃあ戻りましょうかね。いちいち鍵は閉まらないみたいだね。多分戻ると、出てこないね。出てこなかったな。これ。6月14日、旅行中の夫婦。旦那は成功、12人目。妻、嫁は、ダメだった。破棄。かわいそう。7月7日、女子大生3人。全部腐ってやがった。腐ってやがる。ルーカスのアホめ。8月13日、不老者のじいさん。3日で点火、13人目。っていう、まあ、犠牲者のメモみたいな感じだったね。これは、あ、精神刺激物だった、刺激薬だったんだね。あ、もうここで取れたんだ。アイテムがね、どこにあるかっていうのが見えるというね、素晴らしいアイテムなんですね。でまだ使いどころは見極めてね、ちょっと行きたいと思いますんで、まだ使わない。とりあえずアイテムボックスにしまいましょうかね。敵はいないみたいだ。出てこないみたいだ。頑張ってね。ちょ、あそこ突破したいっすね。35発あるんだね。35発。ここを入れて、さすがの鍵はね、とりあえず入れとこうかね。なんか使い道なさそうだから。で、ナイフもいらないと思うんですけど、こう、木箱とかあったらね、破壊してアイテムをね、回収できると思いますんで、そのために持っていきますね。そこは開けてなかったっけ？開いてる。何をしてたんだっけ？ここにサソリの鍵があって、宝の地図は捨てたんだっけな？あ、薬草。薬草ゲット。で、薬液。これ、あ、間違えた！ま、いいや。あ、画面が明るくなったからいいね。ま、よしとしましょう。よしよしよし。で、ショットガンの弾、あ、しまったな。これ、置いてこないと。これ、サソリの鍵かな？でも、サソリっぽくないよな。とりあえず、ちょ待てよ。持ってこようか。いきますよ。時よ。いや、瞬間移動。空間焦点位。はい。いらないもの。これと、これと、薬液があるの。ハーブはないから、とりあえず持っといて、で、サソリの鍵を持っていく。よし。じゃあいきますよ。空間焦点位。はい。オッケー。ちょっと待てよ。よし、オッケーだ。あらら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 。ルパンになっちゃったよ。あそこ鍵穴な、鍵穴現れないのかい。そっか、じゃあ、ボイラー室っぽいとこをちょっと攻略しましょうかね。この辺にアンティークコインがあったんだよな。どうしようかな。取っとくか。取って、ちょっとアイテムが持てる。
持てる数がないな。あれ？ここ？いないよね。いないな。あ、で、ここだね。この、なんだ。焼却炉、あのね、3つの A と、手がどうとかっていう3つの A。だから A が多分刻まれてるね。やつなんだよね、多分。これ、こ、ん？ 3 つの A よね。どういうことなんだろう。ロックだから、3つの A。何か鍵になるものを、手がかりになるものがね、A とは、A とは一体。違うか？とりあえず、こう、こう、こう、で、こう。開かないか？ダメか？どういうことだろうね。A っていうのがよくわかんないんだよな。わかったかもしんない。多分ここ。こう。で、こう。で、最後ここ。で、ここ。あれ？あれー？え？閉まんない。なにこれ？怖っ、上とか。開いた？なになになんでなんで？え？意味がわかんない。え？意味がわかんないんだけど。なんで開いたの？あ、怖っ。え、な、何が中に入ってんの？うおー！ファック！なんか強そう。危ね！ちょ。マジかよ。すげえ、強そう。やば、開いた。くそ。あー、マジか。あ、うぜ。あー、ちょっと逃げよう。あ、まずいな。オッケー。ああ、はあ、焦ったね。なんなんだ。ちょっと回復薬といろいろアイテム整理してこようかな。よし、持ってきました、回復薬をね。こいつで治療してオッケーだね、正常。あいつは一体何だったんだ。一番左が、どうとかっつってたけど。解体室の鍵、わあ、重要なやつが入ってたんだな。なんだったんだろうね、正体がわからん。てか、なんで開いたのかすらわからん。なんで開いたんだろうね。解体室が下の、こっちから調べるか。まだ多分出てこないんだよね。取って、32発。右が来ない。危ない。オッケー。ちょっと落ち着いてね、ほんと行かないと。焼け木2つあるな。そっちが来るか。
あっ、やっちゃった。あぶね。オッケー。あのね、なんか両手の攻撃が強いんだよね。だからそこで気をつけないとな。と、これ作って、回復はどうしようかな。まだ大丈夫かな。そこにいるから、撃つ。後ろが来るか。なんか俺、フリフォの実況みたいな感じになってるね。あ、まずいな。弾がない。あ、なるほどね。大体攻撃パターンは分かるぞ。おっと、近い。離れて。あいだ。あー、そんな近い。あ、ちょちょちょ。あれ、回復できなかったな。ちゃんと頭に当たってないのか。ああ、逃げるな、これ。くそー、難しいな。強化弾は使いたくないんだよね。そこにいるから。おっと。あれ、あと、あと一発か。まずいな。ちょ、強化弾に切り替えようか。オッケー。すごい火力。オッケー。うーわ、弾使いすぎだろこれ。うわ、やべえな。体力はちょっとやばいね。ガードしないと。弾が欲しいです。ショットガンの弾だったのかこれ。あ、そこ扉があって、これ薬液強じゃないか。ああ、なるほど。他には何もないのか。他にも何もなさそうだね。え、こんだけ。鍵、あ、解体室の鍵。待てよ、4発か。なんか重いぞ、扉が。なんだこれ。あれ、警官がいる。待て待て。あの警官って、え？あ、レリーフ。うわ！俺が父親のはずだった。だがあの子はあいつを父親にすると言い出した。そりゃ、ダメだ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 。やつをつけ出して、存分に思い知らせてやる。そのためには、お前の力がいる。誰ぞ喋っている。レリーフ持ってかれちゃったよ、あいつ。めんどくせえな。お、ショットガンの弾。わあ、いいんだけど。わあ、どうしよう。あと追いかけるか。それとも、あの、もう一つの地下の方に行ってみるかね。よし、じゃあそっちに行きましょうか。空間焦点。オッケー。合うかな。あれ？はい、あのね。完全にアイテムを見てなかったな。あー、マジか。なんもないか。ないな。うわー、弾ないし。56発もある最強じゃんとか言ってた俺、バカじゃねえの。なんかセーブしてるんだけど。怖っ。回復薬もちょっと使いすぎちゃったね。こ
こんな予定じゃなかったんだけど、意外とやっぱ強いな、モールレットの旦那。こんにちは。お、なんでここは。よし、なんか解体場なのか。すげえ死体がぶら下がってっけど。ああ焦った、ドアが閉まっただけか。鍵が必要か、それか裏側かな。じゃ今の状態でベイカーとか来たら俺太刀打ちできないぞ。もうえ、なんか点火してねえか。ちょっと待って、ほらさっきと状況が違うぞ。この警官、これ罠じゃないか。なんか持ってるし、やっぱ絶対ダメなやつじゃん。あ、閉まんないお前、開けとく。取る。あの保安官か。え、これボス戦？こいつ取って、やば、あいつなんかボスな匂いがする。いや、ちょっと待てよ、ショットガンないんだけど。え？あ、蹴られるんだね。あ、レリーフあるな。ちょっと待てよ、ショットガン。どうやって取るんだ。あ、ここに繋がってんのか。ガンパウダー。あ、弾は作れちゃうけど、ちょっとしか作れないからな。汚ね。うわ、どうしよう。あのショットガンどうやって取るんだろうな、というか。ホールに戻れる通路ができたから、多分何かしら方法あると思うんだよね。ちょっともう一回ショットガン部屋に行ってみたいと思います。お、来た、サソリの鍵だ。よし。あ、でもなくなんない。誰もいないか。これはなんだ。ミセス・ベイカーへ。お加減はいかがでしょうか。前回の LINE から長く受信されていないようですね。レントゲン撮影結果を分析したところ、頭部の影はある種の心筋カビに似た構造でした。幻覚や幻聴とも関係があるかもしれません。もし何かしらの寄生菌が原因ならすぐに除去しないと手遅れになりかねません。この手紙を読まれたらすぐ LINE し、精密検査を受けるよう医師としてお勧めいたします。ダルベイ総合病院クロフォード・ラング。知らない名前だな。何もないと。ショットガンの弾いいね、14発。他には何もないか。薬液はね、ちょっと薬液取り付けてないか。ハンドガンの弾いいね。ハンドガンの弾、ガンパウダー。いやー、ちょっと待てよ、こうだね。うん、これでいいよ。お、ちょっと待てよ。あー、これは無理か。無理だね。手紙だ。もう中庭を何時間も追い回すのはごめんだ。次から客が逃げた時は、犬のレリーフを隠して本館から出すな。隠す場所も決めておく。リビングルームの振り子時計、娯楽室の本、地下の解体室。あ、これもう俺には必要ない情報だ。なんだこれ。入れ歯があるけど、引き出しの中に。どういうネタだよ。写真、あのね、なんか、え、あ、わお、わおわおわお。
待て待て、マジか。持てないな。うわあ、マジか。回復しちゃうか。OK。壊れたショットガン。あ、これ壊れたショットガンだったんだ。2マス必要なんだよね。相変わらず。2だったよね、確か。2から、2マス必要になって、で、なぜか3からはね、1マスで済むんだよね。で、コードベルニカも確かね、ああいうでかいなんか、両手で扱うようなね、銃は、2マスだったんだよね。これだな。取れないんだよね。取れないんだよね。どうしようか。こう置いてきた方が良かったのか。あ、ハンドガンの弾。これリロードして、で、弾を切り替えて、あ、いいね。よし、来た。で、壊れたショットガンを、あれ?置く。イエス!はっはっは。ショットガンを手に入れた私に、まあ、それものの、いないのさ。リローリン!お、4発か。これ、ウィンチェスターかなんかかな?レミントンでもなさそうな気がするけど。やったぜ、ショットガンゲット。ちょっと待って。オッケー、まだ時間の方は大丈夫そうだから、ショットガンをね、ぶっ放しに行きたいと思います。いらないものをね、サソリの鍵まだあるってことはどっかで多分使うんだろうね。でも鍵系はね、置いといていいと思うから。で、薬液がちょっと思いのほかありすぎちゃってるから。邪魔いね。ナイフは、まあまあいいかな。でもなぁ、使ってないしね、実際。置いとこうか。そして、上と下だね。オッケー。さあ行きましょう。ショットガン持って。よし。セーブしてるな。いやー、怖いものなんてないよな。ショットガンとかね、ホラゲで、もう最強の銃と言われてもいいくらいのね。やっぱ破壊力。ゾンビゲーといえばショットガンだからね。ええ。こんな大口叩いてて大丈夫かな、俺。ハーブとか欲しいんだけどな。で、体力は今マックスだから、ガードを怠らないようにして、敵のね、あのなんだ、攻撃パターンとかをよく読んで、エイムをちゃんとしていきたいね。さあ、取ります。どう来る?レリーフゲット。おお!おお!痛いです。お前と勝負か?お前はもう逃げられないんだ。あっ!ちょっと待って!危ない!え?意味ない?あっ!ちょっと!お前の中身を俺は見てるんだよ。わかるだろ?危ない。よし、いいぞ。 OK。 よし、どうだ、ざま。え、なんでこいつ、キモ、キモ。あ、ちょ、あ、なんか木箱がある。緑、チェーンソー。今チェーンソーが見えた。どこ、どこにある。どうだ、いかす。よし、なんだそれ。こいつで、ほら、くらえ。やば、痛い。体力はやばいな。で、回復。待てって、危ないって。お前、こう、こう、あれ蹴れない。よし、よしよしよし、いけ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 、ズタズタ。よしよしよし、よしよし、いいね、いいね。もう一丁、もう一丁。なんか、直し。突き攻撃。あ、やばい。危ない。よし、いいぞ。なんでこれ別ゲーじゃん。これを蹴って、よし、膨らませて。で、長押し。よし。いいぞ。いいぞ。よいしょ。OK。ほら。あ、ちょっと、ちょっと待って。危ない。OK、OK。で、こいつで、ひるませて、で、構えて長押し。
あ、エンジンをかける。よしよしよし、いいぞ。こいつでくらませる。あ、まずい。くらえ。あ、オッケー。ほらほらほら、ガード。大丈夫か、体力は。あれ、なんか勝手に使った。そんなにヤバかったか。あ、よしよし、いいぞ。どうだ。よし、今のうちに、今のうちに。もう許さんぞ。おお、破壊力が半端ない。危ない。え、くそ。あ、ちょっ。ここで死んで止まるか。あ、こいつで切れますよ。よし。いやー。よし。どうだ。エンジンをかけろ。開いた。ちょっと待って。ああ、マジかよ、あいつ。ちょっとマジかよ、あいつ。先にチェーンソー拾っといて、っていう感じでしないとやばいな、これ。っていうか、他に使えるものはないかな。上に戻れないか。あの、鍵もないからね。後ろいるもんね。はいはいはい。よし、で、その辺にね、どこにチェーンソーあったんだ。お前はもう逃げられないんだ。あった。あ、ちょっ、うざ。チェーンソー、チェーンソーどこ、チェーンソーどこ。ちょっとチェーンソーが見当たらん。オッケー、チェーンソーどこにあんの、確認できない。あった、これか。あ、開けてからか、こいつが先に撃って。ちょ、前に銃なんぞ持ってどうしたんだ。使い方は分かるのかい。おっと、よし、オッケー。この状態で他になんか探すもの、これ破壊したいな。ナイフ必要だったな。しまった、なんかある。いや、薬液かなんか、回復薬かな。で、チェーンソー拾って、よしよしよし、来い来い。あれ、しくった。あぶね。あ、ちょっと、ちょっと回復しようか。ほい、よし、くらえ。あれ、マジか、強っ。割と早い段階だ。よし、こいつで、あ、なんかある、ショットガンの弾だ。ちょっと離れようか、離れて。他に何もないか、ないな。おっと、後ろがガラキ、あ、ダメだ。危ねえ。おい、よし、ほら、いいぞ。ちょっと下がって。危ねえ。よいしょ。危ないぞ。ちょ、ガード。あ、まだか。おっ、ちょ、次はやばい。オッケー、2回目。
お、いいんじゃないか。まだか。まだ正常。おら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 。もう許さんぞ。危ない。あ、こっからか、本番は。いいぞいいぞ、ハメ、オッケー、よし、いけ。あー、ガードはこいつを、おお、こいつを食らえ。よし、しょ、よし、いいぞ、これで最後か。よし、まだか。よし、もうちょいだ。おはし、あ、やった。うわ、嘘。再生するんじゃないか。エンジン。お。もう二度と起き上がるな。なんとかなったな。ということでね。こいつをとりあえず倒したのかな、無力化できたのかな。はい、ここあたりでね、終わりたいと思います。ちょっとあの喧嘩が始まってる警官がね、ちょっと怖いけど、この先どうなるか自分でも予想がつかないです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の私の生き様を見に来てください。そんじゃ頑張って生き延びます。またね。